質問来てた。レプリカってスーパースポーツのこと？わかりました。お答えしましょう。厳密に言うとレプリカとスーパースポーツは違います。レプリカのバイクっていうのはレース車両を真似て作ったバイク、これを市販用に向けて作られたのがレプリカのバイクとなっております。主に TZR や NSR という見た目がザ・レース車両っていうのがレプリカバイクの大きな特徴となっております。ではスーパースポーツっていうのは 1000cc のバイクのことを主にスーパースポーツ言います。このバイクの大きな特徴というのは市販車用向けに作られてるっていうのが大きな特徴かなと思います。そしてスーパースポーツっていうのはリッターバイクのことを指しているんですけど、今の時代はミドルクラスの 600cc だったり一部 250cc のバイクもスーパースポーツに該当する場合があります。皆さんが好きなスポーツタイプのバイクは何ですか？コメント欄へ。